ネオペンタンは2本の側差を持つ炭素数号の分岐差を有したアルカンである。IUPAC 系統名は2、2、ジメチルプロパンだが、ネオペンタンは IUPAC 許容管用名として使用される。第4級炭素を有する化合物の中では最も単純な構造の化合物であり、N、ペンタン、イソペンタンの構造異性体でもある。 上圧でのネオペンタンの沸点は摂氏9.5度であり、常温常圧では因果性の高い気体として存在するものの、寒い日や高圧下では気発性の液体として存在する。ネオペンタンの沸点は他の構造異性体に比べて著しく低い。上圧でのイソペンタン及びイエヌペンタンと比べてネオペンタンである。したがってネオペンタンは室温、大気圧下で気体だが、 イソペンタンおよびイエヌペンタンは過労じてながら液体である。これについては分岐差が増えたために分子の形状が休憩に近づくため直差の場合によりも分子の表面積が減少し結果として分子間力が弱くしか作用しないからだと説明される。一方で上圧でのネオペンタンの有点は イソペンタンよりも摂氏140度高く、N ペンタンよりも摂氏110度高い。この異常に高い有点の原因は、正四面体系のネオペンタン分子が、型相においてよりよく密接しているために、固体の状態であれば、分子間力が強力に作用しているためだと説明されてきた。しかし、この説明は、ネオペンタンが他の二つの異性体よりも低い密度を有するという、 理由で疑われてきた。その上に、ネオペンタンの個体の誘拐エントロピーは、N ペンタンおよびイソペンタンの誘拐エントロピーよりも、低い。これは、ネオペンタンの高い融点が、より高い分子の対称性から生じる、エントロピー効果による結果であることを示している。実際、ネオペンタンの誘拐エントロピーは、N ペンタンおよびイソペンタンよりも約4倍低い。ネオペンタンの分子は、 正四面体上に炭素が連なり、分子内の水素はすべて正四面体の中心の第四級炭素以外に結合した構造をしている。この分子の対称性のため、すべてのプロトンは化学的に等価であり、四塩化炭素に溶解して 1HNMR で、これらの水素の化学シフトを計測すると、単一のデルタイコール0.902という値を与える。 この点において、ネオペンタンは 1HNMR で基準として用いられるテトラメチルシランと似ている。ネオペンタン分子の対称性は一部の水素原子が重水素原子によって置き換えられると壊れる。特に、もしそれぞれのメチル元が異なる数の重水素原子と結合した場合には、キラルな分子が得られる。ネオペンチル元を持つ化合物の一般構造式。 ネオペンチル元とは、ネオペンタンから水素が一つ脱にした構造の部分を、指し、しばしば、n p と表記される。その構造は、メ 3ccH2 と略記される場合もあり、例えば、ネオペンチルアルコールは、メ 3ccH2OH さらには、ナポと略記される場合もある。ありがとうございます。